こんにちは、速化塾のですえ今回ちょっとしたアプリの紹介なんですけども実はね1ヶ月ほど前にこのアプリ紹介してるんですよそれがトリマっていうね移動するだけでポイントがたまってそのポイントがまあ現金と同じ効果を持つね、えー、なんか楽天ポイントみたいなのに使える PayPay ペペポイントみたいなのに使えるってやつだったんですよまあこれね移動するだけなんでこれいいじゃないですかただねやってみるとね条件があるんですよそれは 一日ごとにリセットされるんで、翌日に移動した距離を持ち越しってできないんですよね。だから一日のうちに結構移動しないといけないんですよ。でも一日のうちに移動って、まあそこそこするじゃないですか。ということで今回ね、私広島から大阪の岸和田ってところまで移動して帰ってきたんですよ。新幹線を使って。そうしたらどういう風になったかってことの検証動画でございます。お楽しみに。これだけ移動したんでね、ちょっとはポイントもらえるかなっていうところなんですけども、結論。 じゃんこのようにね、えー、大阪に行ってきました。<laughs> ね、天王寺のちょっとスクリーンショットですけども、移動距離512キロ。ね。そして、移動歩数がだいたい1万歩、9200歩ですね。これだけ移動したら十分でしょう。なかなかこの移動って毎日できるもんじゃないですからね。で、これでどのぐらい溜まったかというとね、こうやってポンタポイントとかアマゾンポイントになるはずなんですけども、なんとスコアゼロ これだけ移動したのにですよ。何なんだよと思いませんかもう一枚スクリーンショット撮ってます。じゃん現在のスコアはゼロ。何なんだよと。ね。大阪に移動して帰ってきて1万歩くらい歩いて500キロ以上移動したのにゼロポイント。これね、もうね、やってもしょうがないなと思いますね、これね。移動するだけでポイントなんかコツがあるのかもしれませんけども、 そんなコツをね、気にしながらやんないといけないんだったら、もう完全にこれ放置アプリでもなんでもないんで、作業アプリですから。ちょっとこれはね、やってもしょうがないかなと思います。これだったら、あの、U-Voice っていうね、アンケートサイトをやった方がまだましです。ね。ということで、U-Voice っていうポイントサイト、こちらの方は動画概要欄に貼っておきますので、そっちをやってください。はい。じゃあ今回は以上です。お疲れ様でした。検証終わり。